んばんは。あ、コナン予約しなきゃ。ついにこの日が来たわ。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは、みむです。やっほー、もうちょっと眠くて、あ、どうしよう。この子を充電してお風呂沸かしてこようかな。偉いからさ、私偉いからさ、お風呂沸かしてこよ。行ってきます。偉すぎる。よいしょ、ただいま。何がちょくちょく来てたんだね。あれ、映ってないが。LINE でした。よっ、ああ、よっ。こんばんは。ただいま。眠いね。ギフトありがとうございます。そう、さっきも言ったけど、コナンを予約しなくちゃいけない。あれ？コナンって新潟っていつやってるの？ちょっと待って、やばい、そもそもだわ、そもそもそうかもしれん。あ、新潟また別日だわ。くそ、明日じゃないんだ。見よ、検索しました。オッケー、お、ネクストコナンズヒントが見れるぞ。おもろ、そうなんだ。待って、あ、どこで見れるの？ちょっと待って、土曜の夜6時。いや、それは分かるのよ。新潟もそうなの？ちょっと待って、あ、ぽい、ま、てっきり私ちょっと遅れてるかと思った。え、コナンほどにもなるとコナンほどにもなるとさ、え、リアルタイムで配信されるんですか？すげえ、他のアニメって全部遅れてんだよ。1週間以上、まあ1週間のうちで遅れるのがデフォだと思ってました。じゃあもうちょっと忘れないうちに予約するね。私がじゃあコナン予約するとこ見てて。違うな、私がなんで急にね、あのアニコナまでね手を出し始めたかというとですね、なんとですね、
超久しぶりの原作会なんですよ。よっ、どうやってやんだっけ。やっべー、普段私録画とかあんましないからやり方わかんねえ。ホーム、今あ、ネタバレやってますね。すいません、私の騒音で消すことしかできなかった。今音消したやん。私なんやねん。土曜の6時、あ、ちょっと行き過ぎた。あ、27時間テレビ、あ、池ちゃん出るよね。あったあったあった、うわ、マジでやってる。ちょっとテニーさんでやってるじゃないですか、コナン。もうこれ毎回予約にしよう。やば、そんな日が来るとは。画質さすがに上げなくていいや。多分これで、あ、レコーダーからお知らせがあります。あ、なんか足りないって。M1 を消すか長っ。あー、この辺を消すか。やばい、久しぶりにダビング、ダビングじゃねえわ、なんだっけこれ、レコーダーだ。あれ、どうやって撮ったらいいのあ、違う、あ、なんか私の知らないアップデートしたレコーダー。あー、終わっちゃった。もうちょっといいや。はい、よいしょ。いや、 M1 は結局消してないですねM1 は結局、 M1 は結局消してないですね。はい、そうで、なんで、そう、なんで私がその急にアニメコナンの話をして始めたかというと、その2ヶ月ぶりの原作会なんです。そのなんつったらいいかな、そのアニメは毎週やってるわけ、コナンほどになるとね。で、毎週やってるとどうしても原作がね、足りないんですよ。そりゃそう、ワンピースとかもそうなんでしょ。やっぱ原作に限りがあるので、まあ、そういう長寿アニメ作品っていうのは大体アニメオリジナルというものがねありますと。で、まあ、結構な頻度で今はそれをやってつないでるんですけど、なんとその2ヶ月ぶりぐらいの原作会ということで、コナンが前回は群馬と長野の県境の遺体の話だったんですけどね、そう、明日の夜6時は、そう、トリプル浮気疑惑っていう、いっぱい警察が出てくる、いっぱい警視庁捜査一課の刑事がいっぱい出てくる話です。ワクワク。そう、ちょっと興味持ったあ、そうそう、綾山先生が作ったお話、書いたお話をアニメ化するっていうところですね。そう、
コナンをリアタイするのは多分私何年ぶり、何年ぶりだろう、8年ぶりとか、割とガチかもしれん、割とガチでそんぐらいなのかもしれない。コナンはね、今29シーズン目とかなんですけど、確か27シーズンしか、サブスクに登録されてなくてですね、なので最近の話っていうのをアニメで見ることができないんですよなんと、はい、なので、まあ原作は今105巻まで出てるんですけど、今の明日放送されるのはだいたい102巻ぐらいの話なのでね、意外とね、そう、意外とそんなもんなんでございます。そう、私としてはね、ちょっとキッドの話があるんですけど、104巻ぐらいに、あ、105巻だっけキッドの話、いや104巻ぐらいだった気がするな、キッドの話がね、よくてですね、その104巻ぐらいにあるキッドの話が、あれ早くアニメで見たいんですけど、そう、ちょっとまだだいぶ先ですね、何年後ですかね、早くて来年とかですかね。もうすぐお風呂が沸きます、やったぜ、ギフトありがとうございます。はい、ということで予約しました、えいはい、ちょっと開幕そんな話したからあれですけど、おしゃべり会オフライン8月18日の、全部3部、全3部がね完売したそうです、ありがとうございます。ママからも LINE が来てました、そう、写真で完売しておめでとうって、ありがとうございます、皆さんからもね、みのちゃん完売したっていうの言われてありがとうございました、お支払いを忘れなく、ね、これ怖いのがね、申し込むだけ申し込んでね、そのまま完売させたはいいもののね、本当に私のこと嫌いな人がいたらですね、わざとそうすることによって、でその後キャンセルを出して一生完売させないっていうね、もう本当に極悪非道みたいなことができてしまう可能性があるっていうのがね、何よりも心配事ではありますがね、そういうことでございますので、皆さんお支払いを忘れなくよろしくお願いします。まあ今のはねちょっとした小話、冗談小話ではありますが、はい、お風呂が沸いたそうですうん、ヨロピク、そう、お、なんか眠いです、ありがとうございます。8月18日はね、なので、忙しい一日になる予定ではございますが、はい、あ、そう、歌唱力のね発見もそうなのよね、なんかそうそうなんですよ、どこかね、みんな場所ね、やばいわ、もうそんな時間、やっぱ20、21、20、23やっあーって感じ、割とガチで、うん、困っちゃ困っちゃ、どの辺になったか教えてください、別にツイッターでもいいし、メールでもいいし、チャットでもいいですけど、ぜひ聞かせてください。ちょっと緊張しすぎて見る余裕があるかないかはちょっと約束はできないんですけどいや意外と見えるからな、立川、うん、てか7月の20日かい早っ。この前さ、なんかさ、7月7日で七夕だねとかさ、7月15日でもう7月半分来ちゃったねとか言ってましたやん、言うてましたやん、今なんてったい、なんてったいってなんだ、なんてこったい、パパパパパー、よろしくお願いします。明日か明後日にさ、生誕祭の同時視聴を
しようと思うんですけど、やるとしたら。ちょっといつかわかんないですね。ちょっとどうしよう、決まんない。ごめんね、あのね、言ってる、最近言ってるんですけど、一日に何個も予定が入ってて、なんか分刻みのスケジュール組んでて私が。やばい、むせ込んじゃった。ちょっと喉は疲れ目だし、休まないとな。明日の夜か21日の夜にやります。よろしくお願いします。すいません、21日の服決めてないな。そういえば決めなきゃ。新しく服買っていいかな。私最近同じ服ばっか着ててさ、まあ、それ着やすい、暑くて、暑い、新潟が今日もすごく暑かった。マジで熱中症気味だったぐらい暑くて、で、あので、しかも動きやすくって涼しくて着やすい服、なんか快適さを求めると、なんかいつも同じ服着てて良くないなって私も思ってるんですよ。多分人とすれ違った時に、なんか私すごくいい髪色してるじゃないですか、おしゃれな髪色してると思うの、なんか旗から見て。そのおしゃれっていうのは価値観的な問題じゃなくて、そのね、まあ今の現状だとそのプリンじゃないし、色もあの色落ちした色でもないし、その黒髪とか伸ばしっぱなしの金髪とかでもなくて、おしゃれな髪色してるのに服はなんか適当だなって思われる服で外をほっつき歩いてるから、な、こいつなんなんっていう。まあ人とすれ違ってそんなこと思うことないと思うんですけどね、人はね、思ってる人のこと気にしないのであれだと思うんですけど、だから髪だけなんか、髪の色だけ、髪色だけなんかちょっと綺麗なダサい人になってて、ダサいっていうか、まあなんかなんつったらいいの、特に何の無頓着みたいな、そう、無頓着な人みたいな、そうなんですよ。まあ、髪も別にさ、色だけ綺麗でさ、あの髪の何ヘアスタイルも別にさ、あの綺麗にしないからさ、いつも私起きてそのまま行くからさ、仕事も何でも、そう困っちゃうよね本当に。服ないことはないんだよ、服はねいっぱいあるんだけどね、普段着がないんだね、ないんだね、あの T シャツばっかり増えていく。T シャツが死ぬほどあるみたいな状態になっちゃって、まあレッスンで使うから全くもって問題ないんですけどね、え、まあなんか、まあいい風に捉えておきましょうか。なんかちょっとね、こう芸術家というか天才肌みたいな、なんかまあそういう雰囲気を醸し出しつつ、あ、天才といえばですけど、推しの子さんは見たんですけど、推しの子さんはめっちゃ良かった。いや、なんかあのね、その良かったっていうのがアニメ作品として良かったとはまた別のベクトルの良かったで、まあ漫画の時からあそこの阿鼻子先生のあの下り、そう、あそこの2人のー漫画を描きながら、もう一人、もう一方に文句を言うというか、まあ、大喧嘩大会が始まるんですけど、大喧嘩どっちかっていうと、はい、あのね、あそこもともとすごく好きで、なんかそうめっちゃ好きなのよね。そう、あそこのね、なんか2人の関係性と愛子先生の
なんか人間性と、あそこすごく好きなんだね。アニメでもよかったわ。そう、普通になんかクーッと来てしまいましたね。どうなるかね、楽しみですね。皆さん、アニメ勢の皆さんも楽しめる、なんかあの一期とはまた全然違う話なので、二期が今、まあ京アマの流れとかは、京アマのドラマがどうとかそういう話はしてるけど、全然推しの子二期から見始めたってね、問題ないぐらい別の話をしてるのでいいですよ、まだ追えます。まだ分かりやすいからね、そのそうアニメね、今期のアニメね、あれも面白いです。逃げ若も面白かったですね。ということで男女を読みます。13位むつきさん、あ変わった、13位たむひろさん、12位あせとんさん、11位わたちゃんさん、10位むつきさん、9位ひよりげたさん、8位えいたろうさん、7位米沢二郎さん、6位とうごさん、5位 NKL さん、4位陽一くんさん、3位マッスルさん、2位突破球さん、1位埼玉高校屋さん、ありがとうありがとうありがとう。ということで皆さん、あざざました。また明日土曜日、公演もありますが私はいないです。皆さん行く方楽しんでください。ひよかっぴ初日頑張れ。それでは皆さん、また明日おやすみ村、あ夏ブロックもスタートしちゃうね。いや夏が来るぞ。バイバイ、おやすみ村。